皆さんこんにちは。今回の動画はブルーロック最新204話を紹介していきます。前回の204話は下の概要欄に貼ってあるので、気になる方はチェックしてみてください。あとこの動画を最後まで見ていて思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。今回の最新205話では、ゲストルーム、撮影ルーム、葬式ルーム、各ルームで物語が進行していました。ゲストルームでは、主人公であるイサギが月刊サッカージャーナル、二瓶記者から取材を受けていました。ブルーロック運営は、第3戦の結果を踏まえて、マン・オブ・ザ・マッチはバスタードのイサギと発表。早速205話のタイトル回収。取材内容としては、第3戦のマン・オブ・ザ・マッチ、またバスタードから5000万という評価をもらったということで、イサギ選手は今どんな気持ち？またイサギを入札したバスタードのスカウト陣からこんな声をもらっていました。ノアと組ませてみたい。攻撃にも守備にも万能な新しい形のミッドフィルダーとして使いたい。つまり現状バスタードはイサギをミッドフィルダーとして起用したい模様。しかし、イサギとしては、ミッドフィルダーではなく、ストライカー志望。マンシャインシティ戦は、カイザーに勝つため、ミッドフィルダーとしての役割を徹した。俺は俺のゴールで勝ちたい。イサギとしては、このエゴを譲るつもりはないと、記者に告白し、取材は終了しています。イサギが取材を受けている中、撮影ルームでは、雪宮とクリスが CM 撮影をしていました。ちなみにこの CM 撮影はもともとクリス一人でやる予定でしたが、第3戦で決勝ゴールを決めた雪宮を評価し、クリス直々の指名。この撮影ルームで印象に残ったことで言うと、イサギという名前を聞いた瞬間クリスが豹変したこと。第3戦でクリスはゴールを狙いに行くも、イサギにブロックされ失敗。また最終局面ではイサギが捨て駒として起用したノアにも邪魔され、バスタードの攻撃を止めることができなかった。クリスとしては相当悔しかった模様。またもう1点、クリスから雪宮へ、次はワールドカップで会おう。この伏線は回収されるのか今後に注目。雪宮クリスの CM 撮影後、204話で新たな過去が判明した以後が、アンリちゃん経由で雪宮を葬式ルームに呼んだ。エゴが雪宮を呼んだ理由としては、目の疾患。雪宮としてはここまで完治不可な目の病気を黙っていましたが、運営側としては入寮前の身辺調査から雪宮の目が悪かったと判明済み。目が悪いということを知らない状態で、アヤックスのオマージュクラブが雪宮に2900万というオファー。エゴとしては、クラブ側との信頼関係のためにも、雪宮の目についてのメディカルデータをアヤックスのオマージュクラブに送った。この結果、雪宮は今回の2900万というオファーは破棄になると思っていましたが、クラブ側が出した答え。目の治療に協力したい。クラブ側としては、治療費を全て出す。君の才能はそれぐらい価値がある。ぜひともうちに来てくれ。このようにアヤックスのオマージュクラブが雪宮を評価。しかし雪宮は、第3戦の決勝ゴールはイサギありき。もしイサギがいなかったら、今回のオファーはないはず。また、このオファーを受け取ったら、自らのエゴの成長はここで終了。以上の内容から、この好条件は、雪宮の方から一旦保留にしてほしいという発言。運命は自分の力で勝ち取りますから。次の試合で雪宮は潔なしでも活躍するというような発言。さすがに現状の雪宮では潔なしでゴールを決めることは厳しいので、雪宮が潔を利用する形、もしくは次のイタリア戦からスタメンの新規のブルーロックのメンツと組みゴールを狙う。一体今後雪宮はどんな行動を取るのか注目。ちなみに雪宮をオファーしたアヤックスのオマージュクラブ、雪宮以外にフランスのシドーに2000万というオファーをしています。そ
して今回の205話最後のページでは取材のため事項は救済と判明ですが、ユーバース戦に向けて未だ試合に出場していないバスタードのブルーロックのメンツも複数人登場。第4戦目までの傾向からバスタードはユーバース戦でも新規のブルーロックのメンツがスタメンもしくは途中出場するに違いない。そうなると一体誰がユーバース戦から出場するのか。この件については後日別動画で特集するため、お時間がある方はぜひチェックしてみてください。なお少しだけ特集内容を取り上げると、今回の最終セレクションブルーロックからは上記の9名がドイツを選択。潔幸宮、ライチガガマル、五十嵐ネル、黒名清良、日和。ちなみに国神はワイルドカードの関係上自らの決定権はなく、ノエル・ノアがいるドイツに加入しています。直近のマンシャイシティ戦ではフォワードにカイザー国神、ミッドフィルダーに潔ネス、グリムアリ、ディフェンダーに黒名メンサー、ビルケンシュトック、雪宮、ゴールキーパーにガガマル。4-4-2 というフォーメーションでスタメンを決めたノエル・ノア。ここに新規のブルーロックのメンツを起用するとしたら誰になるだろうか。第4戦目を終えて未だ出場していないバスタードのブルーロックのメンツとしては、ライチ・イガラシ、ネル・キョーラ・ヒオリ、こちらの計5名となっています。ライチは潔と同じチーム Z の選手ということで1位セレクションから登場。プレイヤーとしては現在に至るまであまり目立った活躍はしていませんが、最終セレクションにまで残っている選手。2セレクションではワニマ・シグマ・ガガマル・田中、計4名とチームを組み6番目にクリア。3次セレクションではカラセ・オトヤがいるチーム B を選択し3試合目に出場。アンダー20戦ではベンチ入り。最終セレクションではドイツを選択し第4戦目を終え未だ出場なし。イガグリもライチ同様潔と同じチーム Z の選手ということで1位セレクションから登場。またプレイヤーとしても現在に至るまであまり目立った活躍はしていませんが、最終セレクションにまで残っている選手。2セレクションではシドウ・ソクラ・レオ・クロナ、計4名とチームを組み7番目にクリア。3次セレクションではリンやシドウがいるチーム A を選択し2試合目に出場。ここからはライチと同じアンダー20戦ではベンチ入り。最終セレクションではドイツを選択し第4戦目を終え未だ出場なし。ネルは元アンダー20の選手ということでアンダー20戦から登場。試合の方ではライトサイドバックとディフェンダーの選手、スピードを持ち味としており、当時 1on1 では敵なしだった今や自チームの雪宮を止めた経験があります。アンダー20戦後はブルーロックのメンツとともに最終セレクションへ。ドイツを選択し第4戦を終えて今で出場なし。キョーラは2セレクションが完結と同時に登場するも、どんなプレースタイルなのか不明。しかしライチ・イガグリ同様最終セレクションにまで残っている選手。2セレクションではナギ・バロー、チギリ・ザンデツ、計4名とチームを組み2番目にクリア。3次セレクションではリンやシドウがいるチーム A を選択し5試合目に出場。アンダー20戦ではベンチ入り。最終セレクションではドイツを選択し第4戦目を終え未だ出場なし。日和はキョーラ同様2セレクションが完結と同時に登場した選手でありますが、プレースタイル判明。高度なパスやボールキープを得意とする選手で、潔と一緒にプレーした3次セレクションでは相手の動きを読み、自チームにギリギリ有利な位置に向けてボールを打ったり、潔にヒントを送り覚醒させるという分析能力も非常に高い一面を持っています。ちなみに2次セレクションでは2個石狩、西岡、サラマダラ、計4名とチームを組み5番目にクリア。アンダー20戦ではベンチ入りですが、2対2となったところでレオと一緒に途中出場。
なお試合の方では冷静な視野とボールタッチで元チームメイトのカラスとコンビプレーを披露し、得点に直結するようなパスを打っていましたが、バルオ投入によりライトサイドバックに下がっています。最終セレクションではドイツを選択。第4戦を終えて未だ出場なし。この5名のうち誰がユーバス戦から登場するのか、この続きはドイツベスト動画で取り上げます。以上、今回はブルーロック最新200話を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。